さあ、じゃあ今日も元気にゼルダをやっていきましょうか。そうだね、うん、まず、はいはい、今日また、撮影日なんで、うん、なんつーか、アミーボガチャ、あれができるのか、そうやねを引きたいんですけども、はいはいはい、うん、けどもちょっと枠がね、うん、もうパンパンなんですよ。あ、もう縦にいたってはもうこの40のやつがめちゃ強い、まあ、めちゃ強いが、そうなんですよ。うん、弓も結構強いんですよ。あ、ほんとや、何このなんか豪華な感じ、一個しょぼいのありますけど、うん、騎士の弓っていう感じで、うん、なんていうんですかね、ちょっと枠を増やしたい、うん、持てる枠を、そうです、ポーチの枠を、で、できるんや。で、調べたんですよ、はい、うん、したらちょうどこのタイミングができるらしいんですよ。あ、そうなの、今この時、はい、あ、この辺に今こそ、うん、うわ、なんか怖いのがある、で、怖いの見えてるな、なんかね、うん、どこなんだろう、頂上どこだっけな、じゃなんかね、ちょうど、うん、この、あ、こっちかな、あ、出たとこか、ボヌール産地、はい、こっちですね。なるほど。そんな風にして武器の所持数増やせれるんだ。そうなんですよ。で、うん、それに必要だったのが、うん、例のコロブの実。あ、あの、うんこ。うんこ？うんこみたいなやつが、そのポーチのバッグを広げる鍵になるらしいんですよね。へぇ、ほんと交換みたいな感じで。あ、そうなんやね。そうなんですよ。で、今までの、うん、その動画、いや、じゃあ、ドゥーガンの中では、もういちいち立ち止まる。ドゥーガンの中では、7個、はい、今まで手に入れたんですけど、うん、あ、これ関係ねえな。はい、この岩を持って、岩の下にある。今までもあったもんね。はい、この感じ。で、まあいいや、その7個あったんですけど、うん、頑張って裏で僕17個まで増やしましたね。おー、めっちゃ増えたね。はい、10個も何どっかで増やしてきたの。あの、拾ったんすよ。拾った。何その強そうな、かっこいい、何すか、これですか、それだってあれやん、ね、おー、ガンゲン、おー、すごい強いですよ。で、17個増やしたんで、ゾットが使ってた、うん、あ、ノスペラ島ゾットですか、うん、ゾットが使ってた剣だよね、これ。あ、あ、これ持ってるか。これ、あれだな、これじゃない、お、マグネキャッチ、マグネットではめるパズル的な。あ、なるほどね、同じ形にするのか。オッケーオッケーオッケー、これ、あー、これで、なるほど、これで18になったでしょ。俺セーブしたよね、ちゃんと。あ、オッケーオッケー、18。あいくついるんだろうな、なんか、どうしてね、結構いるんですよ。1個増やすのに1個、2個目を増やすのに2個みたいな。あー、なるほどね、バイバイゲーム、そんな感じで増えてくるはずなんですけどね。そうなんや、うわ、すごい300だね。どこら辺も指定の位置はこの辺ですよね。これかな、これかな、なるほど、なんか木があるね、木ありますよ ね、この木怪しいな、いや、まあ、あの木、ほらほらほら、あ、すげえ風か、風が吹いている。どうやったっけ、あの、今日もいいです。いや、今兄貴もちょっと歌いそうやった、さっきちょっと歌いそうやって、本当は歌いたいんだろ。あ、なんか上に、あ、違うか、上にはいない、こう頑張りだけ、これキノコやもんね。あ、でもなんかいる気もしますよね。あ、いないか、誰もいないね。あ、崖の上、もうちょっとやっぱ戻行くんじゃない、もうちょっと行ってみます、うん、もうちょっと行ってみます、もうちょっとだけ行ってみようよ。ここ登れんか、もうちょっと行こうじゃ、うん、ヨシさんを信じて、そう、信じてくれ、俺を。いつの間にかでもめちゃくちゃ武器も強くなって、そうですね、見違えましたよね、はい、あ、で、うん、何回か、はい、そのなんていうんですかね、アミーボガチャを、はい、裏で頑張ってたら、うん、ですね、すげえのも手に入れたんだ、すげえの手に入れたんですよ。何何、風の勇者の服、うわー、めっちゃいいやん、トゥーンリンクの服ですよ、これめちゃくちゃいいやんか、これとこれ、うわ、すげえ、これでいこうよ、はい、これだと急にこのマスクがダサくなるっていう。なるほど、確かにね、外そう、それ外そう。あ、帽子欲しいな、帽子だから普通の帽子を取ってきた方がいいかもしれないですね、うん、そうだね、
普通の帽子欲しいっすよね。ね、それももしかしたら出るかもしれない、ね。あ、そうだ。なるほどね。多分それが出るまで、うん、このままでいきますよ。そうか。はい。そういう縛り。そういう縛り。どんどん縛りが変わっていく。スタイル。縛りっていう縛りでもないけど。ほらほらほら、いた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 。いた。ほら。あ、なんかトトロみたいなやついる。いますよね。うん。あいつだよあいつ。こいつか。なるほど。こいつをまずは叩き切ればいいね。キューン。な。キューン。あ、可愛い。可愛い声。可愛い声してるな。キミチン、キミチン、ホミチンだよ俺は。ホミチンだよ。やったやった。キュンキュンキュン。あ、みんな見えんのか。ボクチンは妖精なんや。もうみんなボクチンが見えないから困ってたの。とにかく聞いて。うん。ボクチンの大事なマラカスがあそこの魔物たちに隠されちゃって。ほうほうほう。もう岩の向こうにあるはずのあいつらなんだけど。うん。あいつらじゃあボコればいいんだな。なるほど。オッケー。だからお願いってことですね。そういうことだよね。誰だったっけそれ。誰でしたっけ。HY。 ああそうです。何の話。ちょいちょい J-POP を挟んでくる。さあ、おお、敵がここにおるやね。こいつらか。ほうほうほう、倒すだけか。なるほど。よし、その剣の、あ、いけ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 。あー、危ない危ない。ボコボコ、ちょちょちょ、ボコ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 。ちょっと待ってね。見えなかっただけなんだ。よしよしよし、行こう。おりゃおりゃおりゃ。あ、でも強い攻撃力。そっか、遅い代わりにでも強いね。そうですね、すごく強い。でも相性は悪い。よし、この今こそこれを。はい、ブーメラン。おお、あれ帰ってこんやん、ブーメラン。帰ってこんすね。え、当たりっぱなし。え、どこ行ってん。どっかに落ちてるんじゃない。ああ、マジで。あ、落ちた落ちた。ちた、マジか。でも、うん、他のやつはぶっ壊れるっすけど。ああ、そう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 。ちょっと待って。そうそう。違うよ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。ちょっと待って。なんてね。落ち着いて、落ち着いて。これジャンプしたら。ジャンプしても大丈夫。大丈夫。この、これ大丈夫な高さです、ね。なるほど、なるほど。お前、この至近距離で。ああ、こう。これなんか嫌な格好。これ失えたんじゃない。今、うん、キャッチって出てきたんで、うん、A ボタン押したんですけど、うん、先にこれがタンタンタンってなって完全にこっちに谷に落ちたよね。谷に落ちましたね。え、壊れないがどうのこうのとか言ってたよ。頑張って拾いに行く。うん、今からアミーボガチャやるんだよね。あ、そうだね、気を取り直して、はい、行きましょう。まあいいかな。やっぱ思いました、うん、今はっきり分かりましたね。うん、槍の敵には槍が必要ですね。うん、なるほど。あの、うん、リーチがやっぱ、そっか、圧倒的に不利になるんで。なるほど。槍は槍でやっぱ取っといた方がいいな。そういうことか。体験ばっかりなの今。いや、体験でこれ普通の、こっちは普通の剣です。ああ、そうかそうか。剣なのにこんだけ、こん30いくつって強いんですよ。めちゃくちゃ強いじゃない。両手剣。ほんで、でもこの両手剣かっこいいしいいかなと思って。まあ、しょぼいな。あ、ここにほんでマラカスがあるんだ、多分。そういうことだね。いらない。あ、そうそう、うちわもね、燃えてなくなったんだよね。あ、そうなんや。はいはいはい。あ、そういえば探検してたら、うん、岩ロック蘇ってたんですよ。マジで。しゃあ。岩ロックも蘇るんだね。なんか赤い月が出てきて、はいはいはい、定期的に魔物が蘇るってやつですか。うん、あったね。あのタイミングで 岩ロック蘇るんですよ。あ、じゃああいつしばいたら結構なんか鉱石もらえたよ。そうなんですよ。で、うん、僕らしこたま売ったじゃないですか、うんうん、あれあの後で素材として使うらしいんですよ。わあ、何？もったいねえ。嘘でしょ。湯水のように売ってましたけど、うん、後で素材として、うん、なんか防具の素材になるみたいな。そう、めっちゃいるやん。めっちゃいるっすよ。何してくれた。キュルン、それはボクチンのマラカス。ちょうらいらいて。よし、やろう。キュルン、こいつかわいいな。でもね、聞いて、ボクチンのマラカス、うん、中に入ってたコロムグの実がなくなって、いつもの、あ、なるほどね。一つでもあれを歌って踊って、いつもの力でお礼ができると思うんだけどな。なるほどね。ほうほうほう。ほら、キミチンの、コミチンの、うん、ポーチ大きくしてもらおう。よし、この匂い、コログの実。コミチン、森の子供たちからコログの実を取り返してくれた。
え、取り返してくれたってことはない、取られたってことは、パクられたんですね、すごいな。好きなポーチお願いします。選べるんやね、盾もあれだし、盾も武器も欲しいし、あ、何一個ずつなの。そうです。わお、うちも一緒に踊って、さあ兄貴踊って、今兄貴が全力で踊ってます。あの手を上下にしとるだけよ。おお、なるほどね。あ、これはいいね。タンタララランえ、だったら絶対武器増やしたいね。武器も増やしたいですね。武器あと10枠ぐらい増やしたいもんね。そうですね。まだ持ってるね。うん、大きくしようよ武器。え、これ一回一回なの。そういうことだね。いくよ。あ、これもうスキップ。まあ、この踊り見たくないんか。お、なに弾けた。あ、4つ、いや違うか。うん、もともとうん、タンタラララン。ええなー、なーなーと大きくなった武器ポーチ。キャッ、あ、もうこんな時間。え、嘘。え、ちょ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 、ゆっくりしてけって。1日2回。1日ごめんね。いや、なんかね、帰って、あ、ほら、コログの森まで持ってきてやと。いなくなっちゃうんだ。君ち見送ったら、お話はいいから、うん、あ、コログの森ってどこ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 。ねえ、コログの森って森はとにかく北にあるよ。おじいちゃんが迷子になったハイリア川に、ハイリア川沿いに北に進め、ハイリア川沿いに北に進め、北って上だからね。そうですね、ハイリア川って今マップでも分かる。さようなら。この川、違う違う、こういう、これはナビ湖。ハイリア川まだがない、アンロックされてねえ。まだまだだな。北ってめちゃくちゃ上まであるよ。だってとにかく北って言ったもんな。ハイリア川を教えてくれね。まずはだから出てないんじゃないマップに。あ、じゃあしばらくは増やせない。川なんじゃない。こう湖になってますけど、このままあ行くんじゃないですか。なるほど。でもえ、これだけしか増やせんってこと今。まあとりあえずそうじゃん。わお、だって確固たる意思でもう増やしてくれん感じ。厳しい。でもなんか、うん、指定された場所もうすぐそこなんですけどね。あ、ほんとや。なんかあるし、あそことりあえず行って、飛べる、ここから広げようかな。そうや。何あれ、これ何が吹き出てる。あ、何これ。危ない危ない、そっちは行かないです、危ないです。そうだ。あ、なんかでも敵なんか吹き出てるよ。ほらほら、何これ。何、あ、じゃあ木か。なんだあれ。いや、なんかいるんだって、あそこに。あいつ倒そうよ、弓矢で。あ、いいね、倒そう倒そう。え、あいつ何やろマジで。普通の174。え、めっちゃあるやん。なんか炎系のキャラっぽいね。氷がいいんじゃない。氷で撃ってみたら。あ、結構遠いんだな。あ、惜しい。もうちょい上。お、オッケーオッケーオッケー。あ、結構減る減る減る。うん、あ、早いなこいつ。これ普通の雑魚的なのかな。いや、雑魚ではないでしょ、この減り方。でも、うん、絶対に勝てる。勝てるね、ダメージ取ってる。でも全然当たらん。でも向こうは気づいてないですもんね。ねえ、当たったんかな今。うん、当たった。動くな。え、何あれ、顔なの。顔なのっていうか、なんかかぶってんのねえ。降りて直接切った方が早いんじゃないこれ。いや、ゆめさん、それ足元救われます、ね、そう、いつものワンパンが待ってますよ。せっかく安全地帯からあの炎の杖で。いや、最後一発はそれでとどめさせてやるから。そうね、せめて切ってやろう。ちょっと待ってくださいね、ちょっとしまって。うん、よし。体験じゃなくていいの。大丈夫です、小回りが効かない。お、ジャンプ切り、いけ。え、あ、にえ、消えた。ちょ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 、ワープ。わ、いけ、でかい、意外。あった、ほら、もうよしさこんな強いと思わなかった。ごめん、ワンパンなんだって。デーレ強いや。デーレ強いっすよ。嘘でしょ。ゼルダの敵はもう侮れんすね。ほんとやな。なんも。あ、でもなんか、その、コログのサイトで見たんですけど、うん、最初頑張りメーターあと2つ増やしたら、うん、あとはもう永遠とあの、ハートに触れって書いてありましたね。え、そうなの。はい、まずは。まあ、ハート大事やもんね。まあ、確かに、はい。頑張りメーターは、うん、あの、ちょっと、しばらくは大丈夫。食べ物で何とかしろ。うん、はい。けどやっぱワンパンされちゃうから、うん、それだけ、なるほど、ハートだけはしっかりしようっていう。そういうことか。おー、あ、食らったぞ。あ、
頭いいや、あ、いい兵士を、おっと、お前起き上がんな、なんかここもらえるかな、あんなに可愛い感じで歩いとんのにね、ひょこひょこ、しかもでも、ワープめっちゃ高かったっすよね、あ、倒した、お、なんか落ちた、イエーイ、なにあれ、これが強かったっすよね、イエーイ、結局ファイアロッド、ひと玉を発生される魔法の杖、直接殴るとすぐ壊れてしまうので注意、ちょっと振ってみて、そうっすね、弾が出るんですかね、おいけ、おお、これいい、ファイヤーマリオみたいな、マリオっすねこれ完全に、ね、え、しかもこれ焼けるやん、いろいろあ、すげえ、のもろたでーね、これめっちゃいいやん、一歩間違えると大災害になるやつほんとっすね、ね、枯れ草とか火打ち石がもったいなかったんで、うん、あー、そういうことか、これは助かるな、直接殴るとすぐ壊れるって書いてあったね、書いてましたね、うん、あ、イカダ、あ、イカダを、うん、イカダを漕ぐのにコログの、うん、あの葉っぱがいるらしいんです、うちわ、あー、うちわがいるんだ、あ、そうなんや、今は泣き泣きかなですよ、あ、あそこにおる鳥さん、それはいいけど、あの、行きたかった場所からだいぶまたそれましたね、行ったよね、どこ行ったなかなか行けね、行けないですね毎回、そう、横道やね、俺横道やねほうほう、静かホタル、あ、でも結局、あ、まっすぐ行きゃもう、あ、ほんとやね、うん、しまいの話だわ、ほんとやねここでガチャは消えないほんとやね、コロ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 って言ってもらう、うわー、はーい、はーい、はい、でも頑張りメーターいいな、ねえ、よし、よしよしよし、あ、何やら爆弾で壊しそう、あ、ほんとだ、しかも、え、さあ、あ、いいでしょ、これいいでしょ、なるほど、これ、あの、全部で900体いるらしいですよ、 900? まだ17でしょはい、よいしょ、2個使ったんで、あと、あ、そうか、今19ってことです、そっか、でも減るで分からなくなるな、数、ほんとだね、多分どっかで分かる、減るで、コログの森行けば分かるかな、あ、かもしれんね、よいしょ、気持ちいい今の、3回もやりたかったっすね、ねえ、あいつ頭のことなんて言ったのめんどくさいっすよ、そうだよね、何かと生き返ってくるもんね、そうなんですよ、望まれていないやつ、ほんでここは何の目的地なんだっけ、なんかインパが行けよっつってやったところですね、あっこ、あっこかな、あ、ほう、なんかあるね、塔があるけど、そうですね、先に塔行った方がいいです ね、 ね、うん、あ、何これ、交渉や、お、なんか良さそうなもんがあるか、なんだ、ガンエン、ユーチーしてガンエン、あ、しけてんな、ね、そんなに値打ちもんではなさそうだね、そうですね、うわ、すごいな、ここ、あ、いけなさそう、これ。あ、なんかある？あれ、あ、違うか、普通の。いや、でもなんか下とかなんかありそうな気もするしね。下は、そうっすね。ね、普通の。うわぁ。どうやって行ったらいい？飛び移ってくっついて。あ、なんかは、なんか橋みたいなのがあるね。どう？あ、ほんとや。橋でも壊れてね。壊れとんね、これ。あ、でも、つったみたいな。いや、でも。料理が、うん、料理で頑張る。料理してんじゃん最近。してなかった。ああ、そうだ。いや、ギリいけんじゃねえの。とりあえず飛び移って。うん、行ってみよう。ええー。あ、いけっす。いや、でもこうしてる間にも、うん、あの、減ってますからね、頑張りメーター。そうだよね。しかもこれ、ああ、これきついかも。これはちょっと一回降りた方がいい。ちょっとゆっくり行こうか。そうやね。寄り道が僕らの美学ですから。そう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 。間違いない。うん。うぃ。よっしゃー。ああ、熱い熱い。あ、これで登れるんじゃね？ブワーって。今の。上昇気流に乗って。それな。ねえ。あ、だからこれを燃やして、上昇気流を生み出してやね。ほらほらほら、おー、なるほど。今です。ジャーンプ！ジャンプというか。どこまで切るか。あれ、そんなにいけね？あ、そんなにいけない。ここが限界なんや。あ、全然飛んでねえわ。あ、意外とダメだね。いや、でも、うん、どうや、あの、意外とね、ダメだね、うん、
思った高さ出ないですね。ね、高さ出んね。で結局あの塔のとこなのかね、行きたいのは。まあそうですね。ね。あれ2じゃないですね。2はあ2ですか。あれ何あれじゃ、なんなのあれ。ちょあれ行こうよ。あれが目的地。あれがずっと目的地なんですよ。あそう。あれ目的地だ。はい、あの光っとるやつ。そうですよ。あれ何光ってんのあれ。すげえ気になるんだ。気になりますね。ね。え、何あれ？これ直接殴っちゃダメなんで、こいつは鬱陶しいな。はい、しょ、はい、何持ってんの？クワ、クワ畑のクワ。あ、でも結構結構好きじゃないか。何が光っとるやろ、あれめっちゃ気になるな。気になりますね。ね、うん、何だろう。確かに光っとるもんね。あとあそこの2いけそうないけどな。トゥーはいけんじゃない。一応近づいてますもんね。もうトゥーに甘んじるんですか。もういや光ってるとこ行こう。いやそう言い方ですよ、言い方。もういいかなって。なんかちょっと遠いだろ、この勝ちやん。右側回っていかんといけなさそう。そうですね。あーちょっと厳しい。おーおーおー、いいんだ。うん、何あれ。あーつい獅子神様ですか、いつもの。あーそうかそうか。うわー結構遠いなこれ。あー遠いですね。なんかいろいろあるの。あ、え、でも馬いるよ。かっこいいぞあれ。あの模様、あーかっこいい。ブチ、うん、あのチョコレートチップ、いけ。あーギリギリ。そうですね、今です。あ、ダメか、いける。あー後ろ蹴り、胴回し回転蹴り。金山香織やな。横からだな。おー乗れた。めっちゃ便利やな。はい、あ、ね、何か引いてこい。あ、引いてこい。武器がないと弱いやつ。いかん、いかん、これはあかん、これはあかんで。あかん、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 タックされた。ちょちょちょ、はいはいはい。今こそあの火のやつを使うときじゃないの。いや、あれ直接当てると壊れちゃうんで、うん、あ、そう、あんま至近距離のやつがバレてないやつに使いたいですよね。もう一発や、ちょっとよいしょ、うまい。え、ヘッドショット一発、めちゃくちゃ強いな。騎士の弓強すぎでしょ。よしよしよし、ちょっとこまめにね、回復をしていこうかな。うん、そうやね。たまにはほんで料理作る。あ、そうだそうだ、うん、あれこうへんな。ウルフリンクが最近いませんねみたいなコメント書かれてたんですよ、うん、最近っていうか一瞬出てた。それ以降全くだよ。全くでしょ、うん、危ない危ない、落ちた。出た瞬間にパラセルで飛んでボス。ちょ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 、お前だけ降りろほぼ。全然言うこと聞かねえ。こう口笛を、うん、あ、ダメだな。え、じゃあ、うん、アミーボやりますか。そうやね、そろそろ、うん、もうちょっと、でもこんな斜めのとこで、うん、そうですね、うん、転がってっちゃいますね。おむすびコロリにしちゃいますね。そうだよね。おー、おしょー、かわしそう、強えな。寝とるところにこめかみに打たれるんや。え、強っ。武器も弓も強い。あ、ここら辺ぐらい開けとんならまだええかな。取れましたね。だめ、あれ光ってるとこどこやったっけ。あ、そのまま。あ、いるいるいる。あぶねー。あ、料理できる、すでに料理しよう。え、なにこれ気持ち悪いね。これを、うん、松明で燃やせと。おお、ほうほう、燃やすとなんかいいことあんの。なんやろ。あ、落ちてきた、落ちてきた、落ちてきた。あ、なったね。普通のリンゴだ。うん、特にって感じですね。あ、でも全部こう、茨がついてるんだな。あ、じゃあ燃やすのか。燃やせばいいですね。まあでもその前に僕は僕の仕事をしようかな。うん、さあ、地味な作業は今日も始まりますよ。そうやね。みんな大好き料理コーナー、楽しいやろな、見る方は。
大爆笑。そうやね、下手ってもらう。はい。だいぶやばいっすよ、今。測って、測ってて。もう小道やめて、あ、料理やめて。そんなことにはならんけどね。もう茶の間が大爆笑。そうやね、大爆笑で。あ、ちょうどいいやん、これ4つ回復する。はい、だからよし、ちょうどいいようにやってるんですよ。さっきなんかめちゃめちゃ回復するやつ作ってなかった。あ、本当ですか。うん。こんな風になっちゃいました。あ、間違えた。ガッツだけ頑張り、まあいいや。頑張りゲージが増えるやつもあんまり作っとかな。そうやね。うん。おぉ、ちょいと、うん、ガッツ、よし。で、こんな子つけとくかな。さっきみたいなことありますからね。やっぱ頑張りメーターがちゃんと増える、うん、しっかり増えるやつを、うん、作っていきたい、うん、なるほど。え、じゃあ頑張りキノコだけじゃダメなの？頑張りキノコだけですか？うん、だけ3つぐらい。いや、それだと、うん、最大値超えてはならないんで、もったいない。あ、そうなの、ね、あれ1個も増えんかった。じゃあちょっと頑張あ、ちょっと頑張りキノコ、うん、頑張りキノコの串焼きみたいなのを作ってみましょうか。うん、5個ぐらい。しゃらくせえ。ってかその料理っていうのはこういうやつよ。うお、ほらもったいねえよ。もう頑張りメーターめっちゃ軽くない。もったい、今そんなないんすよ。そう。どっかに、うん、でも頑張りメーターの最大値が触れるよ、はい、あ、なんかあったな。こいつは、ね、頑張り最大値が兜、ほら。あ、でもこれ一気に回復するって書いてあるな。あ、でも最大値か。最大値を一定時間こう限界を超えて増えるとか、こういうやつでしょうね、うん、ああ、なるほどね。ああ、ガッツガエル、ガッツガエルいいですね。うん、あ、パリンパリン、なんか変な音。うわー、カエルと合わなかったか。カエルは多分あれじゃない、魔物の角とかとや、ね、合わせて薬にするんじゃん、はい、ああ、薬か。薬だ、薬にするって書いてますもんね。うん、合わせて。ほら、虫と一緒に、虫？ちょっと待って、カエルは虫なのかっていう。まあいけんじゃん。ワンチャンいけますよね。うん、ちょっと試してみようよ。虫もちゃんと言っていますか。じゃあ虫も、じゃあ少々。あ、トンボみたいなやつ。トンボ、トンボでもビリビリって書いてあるぞ。ち、頑張りなら多分頑張りの方がいい。頑張りかぶと、なるほど、貴重だって書いてあるけど。持ってけ。敵持ってけ。パリンパリン。え、うわ、もったいない。もったいねえな。やめよ、もう。